長野上皇ご夫妻がね、軽井沢に静養で行かれてましたね。はいはい。22日の午後1時頃に新幹線で JR 軽井沢駅に到着ってことですけども、まあ、記事ではね、駅にはこの地元の人々とか、まあ、観光客らが、まあ、500人ぐらい集まってですね。まあ500人ってすごい人数ですけど、まあ、さすがにご夫妻目当てで集まった人ばかりじゃないんでしょうね。まあ基本的には知らされてないでしょうからね。ああ、まあたまたま居合わせた人を含めてってことですね。そうですね。まあ上皇様は手を振ってから、美智子様は会釈をして笑顔で対応したところですね。はいはいはい。まあ、これまあ観光客らってところで上皇ご夫妻が目当てじゃない人も、まあ、含まれてるんでしょうけども、ただまあ今年もねお会いできてよかったってことで、まあ、コメントしてる人もねいてるんで、まあ、一応まあその知っててきた人もいるみたいですね。まあ毎年この時期に軽井沢に来られてることを知ってて、わざわざそのタイミング狙っていく人もまあ多少はいるんでしょうね。まあ一応そういう形では連絡が来るでしょうから行ってる人もいるんでしょうね。ああそういうことですね。まあ今日来ますよってことで案内があったんで来てるわけですね。はいはい。まあ、一応まあ軽井沢町民なんで、まあ、来てくださるのはね、まあ、嬉しいなと思ってますとか、ゆっくり休んでね楽しんでもらえればいいと思いましたとか、いろいろとね声とかが紹介されてましたね。まあお手振りだけで直接の交流なくてもファンみたいな軽井沢町民はなんか何かしらのつながりを感じてるんですかね、こう美智子様とかって。それでまあその愛子様が来てもねお話とかできなくてもお手振りだけでもね、まあ来る人も結構いますからね。ああまあそうですね。そして、まあ、美智子様に関しては、まあ、会釈だけってことですけども、まあ、しかもこの23日に関しては、天気が良ければね、まあ、この戦後、旧満州から引き上げてきた人たちが、まあ、入植した大日向地区を、まあ、訪問ってことですね。まあ、静養中でも、その土地の歴史とか、まあ、人々に寄り添おうっていう姿勢はあるんですね。そうですね。上皇ご夫妻はね、公務がないわけだし、毎年この時期にね、まあ、軽井沢なんだから、まあ、たまにはこの別の時期の方がいいかなとかね、そういうのもあってもいいと思いますけども。確かに、まあ、毎回一応まあそのこの時期に来るって感じですね。まあ季節ごとのね軽井沢の違う顔を楽しむみたいなのもまあいいとは思うんでね、ちょっと時期ずらしてもいいかもしれないですね。まあ、当然まあその天皇皇后だった時に関してはまあスケジュールがね、まあ、この時期しかないというのもあったでしょうけども。ああなるほど。ただまあその一応まあ退位されたわけだから、まあそんなねこの時期とかにまあこだわる必要もなくなったんちゃうかなってのはありますけどね。ああそんな忙しくもないしね。まあ忙しくないというか、まあ公務は今ないですね。はいはいはい。まあいつでも行こうと思ったらいけるぞ。そうですね。で忙しいというか、まあ公務が全くない状況なんで、まあいつでもまあ年中365日行けるわけですね。軽井沢の四季折々の美しさを見ることもまあできると。そうですね。まあその避暑地として知られている軽井沢は、まあ、夏がね一応まあベストシーズンではありますけども、まあ、毎回まあ来る時が夏ってことなんで、まあ、あえてね時期をずらすってことでそういう楽しみ方もね、まあ、できたんでしょうけども。まあ夏とね違う時期に行ったら、まあ、新しい発見もあるでしょうしね。まあそうですね、うん。まあ、ちなみにこのねチャット GPT に、まあ、静養について聞いてみましたけども、やはりね、まあ、仕事の休暇とか疲れを癒す時で使う言葉でね、まあ、特にまあその天皇とか皇后とかに使われるってことだったんで、まあ、この退位されている上皇后さんに関して、まあ、せよってことで使うのは、まあ、どうかってことで、まあ、聞いてみたわけですね。おお、なるほどね。そうすると、まあ、ご指摘の通り、上皇后夫妻の場合に関しては、公務がなくなった後に、まあ、せよっていう表現を使うことに違和感を感じる人もいるかもってことですね。まあ、不自然には感じますよね、この言葉は。そうですね。まあ、天皇とかね、皇族が公務からの疲れを癒すために、まあ、せよにね、まあ、入るっていう意味では、このせよが適切な表現ってことですね。はいはい。でまあ上皇ご夫妻は、まあ、退位してから、まあ、正式な公務がねないんで、一般的に使われる静養っていう表現が、まあ、違和感をね、まあ、持つかなってことで、上皇ご夫妻がね那須御用邸とか軽井沢に行かれる場合には適切な表現として一つがね、まあ、休養ってことですね。ご休養みたいな感じですかね。そうですね。公務がないね上皇ご夫妻とか、まあ、この日常生活から離れてねゆっくりと過ごされることを指す柔らかい表現でですね。ああ、リラックスされるようになって、まあ、自然に伝わりますかね、こっちの方が。そうですね。まあ、この静養と同じくね、まあ、身体と心の休息を取ることを、ね、意味しますけども、より広い意味で使われてるわけですね。ああ、なるほどね。で、まあ、引き続きね、まあ、静養って言葉で、まあ、伝統的にはこのご静養って表現が、まあ、この用いられてきたからね、はいはい、まあ、引き続きまあこの表現使うこともまあ可能ってことですね。ああ、まあ、使えることは使えると。ただまあ文脈に応じて使い分けることが望ましいということで、まあ、このフジテレビに関してはね、まあ、西洋だけじゃなくて、まあ、速報っていうねおまけ付きでしたからね。はいはい。もう速報ってなんか過剰な感じしますけどね、なんかそこまで大々的に報じる必要があるのか疑問ですもんね。
まあ、速報ってのはなかなかね、まあ、災害とかね、うん、そういったのでなんかあまり予定してなかったことが起きて、まあ、速報で報じる必要性があるかなということでやるんでしょうけども、はいはいはい、だからまあこのフジテレビが速報って形で報じるということは、まあ、事前にまあ情報入手してたからそういう形で、ね、報じられるということなんで、なるほど、まあ、そう考えるとまあその緊急性はもないのかなって感じはしますけどね。そうですよね。まあなんかね、あさってぐらいにね、まあ台風が日本列島ね、横断するかもみたいに言われてますけど、まあそれのね、情報とかそこで出してくれるとかやったらまだわかるんですけど、こんなね、西洋のことがなんかそこで出されてもちょっと意味わかんないですもんね。そうですね。なんかまあ上皇后さんがね、なんか悪さそうにちゃうかってことで、うん、戦闘御所とかね、まあ、貼っとったら、まあ、出てきよったらみたいな感じで、そんな感じでの速報でわかりますけども、はいはい、まあ、そういう感じでもないでしょうからね。そうですよね。さらにまあご滞在っていう表現で、うん、特にまあその那須御用邸とかね、まあ、軽井沢とかに滞在されることをね、まあ、指す言葉ってことで、まあ、ご滞在っていう、ね、表現に関してもまあ適切な方ですね。まあ軽井沢に滞在するんやなって分かりますしね。そうですね。まあ上皇ご夫妻がね、まあ、特定の場所とかで静かに過ごされることをね、まあ、自然にまあ表現できるとですね。ああ違和感ないと。そうですね。まあ、さらにまあご旅行っていう表現ですね。うん、短期間の訪問とかね、移動を伴う場合には、まあ、ご旅行っていう表現に関しても、まあ、考えられてますね。ああ、まあでも旅行でしょうからね、なんかこれの方がしっくりくるかもしれないですね。まあそうですね。うん、まあ確かにまあその上皇ご夫妻の場合に関しては、まあご旅行とかご滞在とかがね、まあ適切かもわかんないですね。確かにね。それにまあその不思議なのが、やはりまあその那須御用邸の時に関しては全く現地での報道がなかったんですね。ああ、場所によって報道され方が違うと。そうですね。でもこの軽井沢に関してはね、軽井沢の駅前ですかね、はいはい、まあ、そこでまあそのお手振りタイムがあるって感じで、うん、まあ、上皇様だけはお手振りで、まあ、美智子様だけまあ会釈って感じでね、はいはい、まあ、ここもちょっとまあ違和感感じますけども、確かに、まあ、この那須御用邸の時に関しては現地での報道が全く、ね、なかったわけですね。うん、軽井沢で500人も集まりましたみたいにして、なんかね、違いが特別な意味があるんですかね。那須御用邸に関しては特になんか現地でねどうしたとかそういった予定とかも公表しなかったし、おで、まあ、今回に関してはわざわざまあ予定を発表したわけですね。はいはい、そうですよね。なんかそういう形で、なんか旧満州のどっかですかね、なんか視察みたいな感じで書いてましたけど、それが軽井沢ではあったけども那須御用邸ではないって感じで、うん、何でわざわざまあ予定を今回発表したのかがよくわかんないですよね。なんか軽井沢の方が観光地としてのまあ知名度も高いから観光客集まりやすいし、なんかいっぱい集まったみたいにできるからとか、そんなのもあるんですかね。どうでしょうね。そういう形でまあ差別したのか、まあ、分からないですけども、うん、なぜその那須御用邸の時に関しては現地での報道が一度も、ね、なかったのかが、まあ、微妙ですね。まあ不思議ですね。しかも帰りにはね、まあ、この那須塩原駅から帰郷ということで、うん、宮内庁のスケジュールには書いてるわけですね。はいはい。まあ、それなのにこの報道もなかったら、まあ、上皇后さんにお会いしたっていう現地の報道とかも X とかでは確認ができなかったわけですね。あ、確かに何かしら報道があってもいいのにね、これも。いや、まあ報道がなくてもその X とかではまあ一般人が書き込めるサイトなんで、うん、上皇后さん見ましたよとかね、まあ、普通はそういうのがあるはずなんですけどね。あってもおかしくないですね。まあ、おかしくないというか、警察がずらっと来てから、まあ、その那須塩原駅にまあ集結して、はい、まあ、そこにまあその知事とかも挨拶してるわけですね。うん、まあ、栃木県知事とかが来て、まあ、それでやってるのに、はいはい、普通なんかその栃木県知事とかがね、まあ、来たら、まあ、当然まあ栃木県知事としたらは、まあ、アピールしたいからそういう形で挨拶してましょうって形で来てるんでしょうから、はいはい、まあ、その栃木県のホームページとかで紹介されてもいいし、うん、まあ、そういう形で、ね、ニュースになってもいいし、まあ、それが全くまあニュースにならないということでね。まあ目立つでしょうしね。うん、違和感感じるというかね。確かに確かに。うん、だから、まあ、那須塩原駅を貸し切って誰も入れないようにしたのかね、まあ、それもよく分かんないしね。はいはい。でも入れないようにしたとしてもね、普通はなんか収録とかあるわけやから、うん、まあ、そこでまあメディアとかが取材してね、その映像とかも流れると思うんですけども、それはね、で遠くからなんかね動画で撮っててもおかしくないですね、一般の人が。まあそうですね。うん、まあ、駅の中やからね、当然まあその電車も動くわけやからね。はいはいはい。まあそれも不思議だしね。いや、ちょっと違和感ですね。まあそうですね。うん、でしかもこれ天皇ご一家がね、那須御用邸とか行くときに関しては、那須塩原駅前とかで国民と交流があるわけですね。ああそうですね。でもこの上皇ご夫妻が天皇皇后だった時に関しては、まあ、探してみたんですけど、そういった報道がもうないんですよね。交流しないようにしてると。そうですね。ネットで検索しても、まあ、上皇ご夫妻が天皇皇后だった時に関しては、
那須塩原駅前とかで国民と交流している姿がないわけですね。なんか軽井沢よりもっとプライベートに過ごすためにそうしてんのか、なんか写真とかね、そんなちょっとあってもいいのになんかおかしいですね。まあそうですね、一応駅前らしきところはねあったんですけども、はい、まあ、お手振りぐらいで交流とかはないかなって感じですね。ああなるほどね。だまあその天皇皇后からまあやり始めたのか、うん、ただまあ皇太子時代からやってるのがあるからね、まあ、その頃からまあスタイルが違ったんでしょうね。はいはい。まあ、ちなみにこの日程見てみてもね、まあ、この天皇ご一家が皇太子時代に関しても同じ時期に西洋でまあ行かれてたわけですね。おお、そうですか。で那須御用邸に天皇ご一家がね行かれる時に関しては、うん、まあ、上皇皇后が軽井沢に行ってたわけですね。まあ、お互いのスケジュールを調整してたんですかね、これは。まあ、調整して別々の場所にね、まあ、行ってたわけですね。うん、まあ、この宿泊する場所に関してもまあ問題があるからね、一緒に行かないのか、はいはい、まあ、それはまあ分からなくもないですけども、うん、まあ、一応まあこの付属邸とかがあるわけだから、まあ、仲が良かったら普通は一緒の場所に行きますからね。まあね、まあ、言っても施設もまあ整ってるは整ってるはずですからね。まあ、なんかだいぶ昔にはね、なんか一緒になんか行ってた感じがしますけどね。ああそうですか。どっかでじゃあ仲悪くなったんか、もう気使うし嫌ってなったんか。そうですね。まあ、その辺がまあ仲悪いから同じタイミングで別の場所にね、西洋してるのか、まあ、そういう感じでまあ国民見られちゃうから、まあ、だからまあ上皇ご夫妻としてはね、まあ、天皇陛下を立てるためにももうちょっとまあ時期ずらした方がね、お、まあ、同じタイミングで言ったらなんか仲悪いんちゃうかって感じで国民から見られるわけだからね。ほんまですね。まあ、あえてなんか同じ時期にしなくてもいいのにって感じがしますけどね。確かに確かに、そう思われちゃいますもんね。そうですね。まあ、しかもこの上皇ご夫妻がね西洋するときに関しては、まあ、詳細なスケジュールが公開って感じだね。うん、まあ、この西洋というよりもちょっとなんかそのアピールの意味合いがね強いのかなって感じで、まあまあ、上皇皇后が天皇の時にも那須にね行かれるときに関しては予定とかも公開してて、はいはい、ただまあ今回は令和になってからは那須は公表しないって感じだね。うん、まあ、それはまあ微妙ですけどね。まあね、なんか計画的なイベントのように見えてしまうっていうか、まあ、表向き西洋でもなんか単なる西洋とかじゃなくてちょっとある程度アピールとかしてるような目的もあるんですかね、この。そうですね。うん、ただまあこの上皇皇后が天皇皇后だった時に関してはスケジュールには那須御用邸としかね書いてなくて、おで、まあ、帰る時も那須御用邸って感じで書いてあって、はいはい、最近令和になってから那須塩原駅前って感じが増えたわけですね。へえ、書く形でね、変化してると。だこういう形でまあなんでこう変化したのかがね、うん、今までは那須御用邸だったのに那須塩原駅前って感じで書いてるってことは、はいはい、でしかもなんかそこでね栃木県知事と会ってるってことで、はいはい、まあ、書いてるんで、うん、まあ、その報道がないし、それも不自然だし、まあ、そう書いてるんだったらね、その写真とかね、そういうのが欲しいんだけども、それはね、まあ、そうもないしね、なんでその令和と平成で書くスタイルを書いたのかがね、まあ、それもなんか不思議ですけどね。まあ、時代の変化によって、なんか報道方針っていうのも変わったんですかね。まあ、変わったんでしょうけども、まあ、塩原駅前で、まあ、寒暖って感じで、まあ、書いてる割には、まあ、栃木県知事が、まあ、わざわざ来てくれてるのに、うん、まあ、ニュースが全くないって感じだね。もうね、まあ、写真も映像もないって感じで、まあ、SNS でも誰もまあ気づかなかったって感じなんで都知事的にもちょっと取り上げてほしいとか思ってるかもしれないですしね。そうですね、普通なんかそういったね高級車というか、まあ、警察とかがずらっと来たら国民に会釈するためにゆっくり走ってくれたりとかするんですけどね。ああ、ほんまですね。だから猛スピードで駅前まで来てから猛スピードで帰ってきたのかね。はいはいはい、まあ分かんないですけどね。その方が違和感ありますけど、まあ、一応まあ昨年に関してはね帰京される日に那須でのまあ映像があったんで、はいはい、まあ、一応まあその上皇后さんが那須にね来てるんでしょうけども、ただまあ今年に関してはまあそういったのもね、まあ、見つからなかったし、うん、一応まあ那須塩原駅前で栃木県知事とまあ交流してたら、まあ、映像とか写真が出てくるはずですけども、それはね、まあ、それは全くないからね。はあ、だからまあその栃木県知事としてもそういったまあニュースにならないのにわざわざね、まあ、時間作るのもどうかなって感じね。いや、ほんまにそうですね、なんか無駄足やったみたいな。まあそうですね。まあ昨年行ったら間違いないんでしょうけど、今年に関しては行ってない可能性もありそうですけどね。あ、実際には行ってないかもしれないと。そうですね、まあ、上皇皇后がまあ今年に関してはまあ7月25日に行ったわけですね、那須御用邸に。はいはい。でまあ、その日に関してはまあ一番大雨でね、東北地方がすごいまあ被害あったわけですね。タイミングが悪いというか、大雨の中でね移動ってなったらまあ安全面での心配もありますから、まあ、普通取りやめるっていうことも考えられますもんね。そうですね、まあ、この西洋で行かれるのにね、まあ、山形と秋田では記録的な大雨ということで、はあ、ただまあその大雨を追いかける形で那須に行ったわけですね。はいはい。
まあ、よくなんか YouTuber とかがね被害が多いところに行ってね、まあ、中継したりとかしてアクセス稼ぎますけども、うん、そんな感じですよね。ああ、じゃあ危険やのにね。まあ、逆にまあ話題になったんですけども、まあ、その様子はね、まあ、報じなかったってことで、まさに違和感ですけども。まあ、西洋に適さない時やったのね、だから行ったのが。そうですね、本来まあ取りやめでね、いいんちゃうかっていうぐらいの、まあ、雨でしたけどね。はいはい。まあ、しかもなんかその、記事とかではね、なかなかまあ、天皇ご一家が那須御用邸の日程が決まらなかったとかね、うん、あったんで、まあ、これもなんか上皇后さんに絡んでそうな、ね、気もするしね。上皇后さんのせいでスケジュール調整が難航したと。うん、まあ、上皇后さんというか、まあ、美智子様がね絡んでるんちゃうかって感じで。はいはいはい。まあ、一応女性セブンとかでね、まあ、通称まあ美智子セブンって言われてますけども、まあ、この記事とかでは雅子様はイギリスでの疲れもあってね、まあ、西洋は必須って感じで書いてましたけども、はいはい。ただまあ愛子様が社会人になってから那須に行かれるにしても仕事をね優先するんだったら例年よりも早めに西洋を切り上げる可能性もあるって感じでね、あ、まあ、報じてて、社会人になるとまあどうしても仕事が優先されるから愛子様の立場での決断がまあ難しいと。そうですね。まあ、一応まあその今回ね天皇皇后だけしか行かなかったんですけども、はいはい、でもそれでまあその雅子様を放置して単身で帰京されることはまあ考えづらくみたいな感じで、うん、なんかね、まあ、ちょっとまあ書き方もなんか愛子様苦情の決断を迫られるみたいな感じで嫌味な感じで書いてましたけどね、まあ、ちょっと下げようとしてると愛子様を。そうですね、うん、まあ、ちなみにまあその上皇后さんはね西洋2日目にキャベツ畑を散策って感じで、お、一応まあここに関してはまあ戦後ね、まあ、中国のまあ、旧満州から引き上げてきた人たちが開拓した大日向地区のキャベツ畑ということで、うん、まあ、ここも去年ね来てましたからね。あ、去年も訪れてましたか。そうですね、はいはい。まあ、ちょっとまあここで違和感感じたのが、まあ、この映像付きでねなんで報じるのかなって感じで、うん、まあ、上皇后さんにとってもその西洋が公務って感じのイメージがね、まあ、強いというかね。まあ日頃の疲れをまあ癒すために西洋って感じなんで、はい、まあ、そもそもまあ仕事をしてないしね、うん、まあ、その天皇ご一家に関してはまあその本当のまあ西洋なんで、はい、まあ、初日だけまあ一応映像ね、まあ、メディアも欲しいだろうからということで、お、まあ、一応まあ散策してる感じのところだけ、ね、撮影してもらって、まあ、サービスみたいな。そうですね。でまあそこからまず本当にまあ西洋で、まあ、終わってからまあ写真がねいくつかまあ撮られてたみたいな感じで流れたとかしますけども、はいはいはい、うん、ただまあそのメディアの記者会見みたいな場合に関してはまあ初日の散策だけですね。なるほどね。だからまあ西洋じゃなくて上皇后さんに関してはなんかロケ番組みたいな感じでね、なんかまあ一応ここも来たんで撮影してみたいな感じでね、ちょっとまあ違和感感じますけどね。なんかロケ番組のような感覚で報じられてるってなったらまあちょっと西洋の意味合いが少し変わってきますけど、なんか上皇后さんにとっては公務の一環って考えてる部分もあるんですかね。なんか、うん、まあなんかね、まあ、一応まあその旧満州から引き上げてきた人たちが入植した、はい、まあ、この大日向地区の開拓地ってことですけども、うん、まあ、一応まあそのキャベツ畑なんでね、なんかまあピンとこなかったですけどね。あ、まあ、歴史的背景がまあ深い場所なんでしょうけど、まあ、もっと詳しい説明があればね、なんか見てる方も理解も深まるかもしれないですけど、ちょっとよくわからないですもんね。まあそうですね、うん、まあ、これもね、まあ、メディアの方に関してはまあ西洋なんだから邪魔しないでね上げてって感じがしましたけどもはい、はい、西洋でメディアに追いかけられたらちょっとリラックスして過ごすことはできないでしょうもんね。まあそうですね、うん、だから逆にね、まあ、美智子様から撮影しようみたいな感じで言われたんかもしれませんけどね、はいはい、メディアに指示してると、うん、当然まあ指示しないとメディアは来ないですからね。あ、まあそりゃそうですよね、知らなかったらいけないですもんね。それでまあ撮影するなって言ったら撮影しないしね。はいはいはい、うん、だからやっぱりアピールっていうところで表に出たいんですかね、やっぱずっと。まあそうですね、あ、まあこれがね、まあ西洋なのかまあ、よくわかんない感じがしましたけども、うん、まあ、どう感じたかね、よかったらコメントもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録の方もお願いします。よろしくお願いします。